この画角見るとみんなして城社長をばかにしてた動画思い出して辛いわっていうことなんだけどいやバカにしてたつもりはなかったんですけどね当時のまあもう言ってもしょうがないけどバカにしてるように見えたっていうので良くなかったですね大人数でお酒飲んでそういう風に見えました僕もそういう目で見たらそれが良くなかった 全然バカにしてる気はなくてもし見てたらと思ってあったかくメッセージ送ってたぐらいの感じだったんですけどそれは結局人が見てどう見えるかっていうのが非常に大事なんで注意したいと思いますやっぱり大人数でお酒飲んで生配信っていうのはやめた方がいいですねこう危ない制御不能っていうか誰かがなんかとんでもないこと言ってそれが自分のチャンネルで。 変に燃えちゃったらなんか、その人にも申し訳ないっていいうう、か、その人もこう辛い気持ちになるし僕も辛い気持ちになるし周りの人も辛い気持ちになるから酒飲んでやるとしたら2人2人までかな林さんと2人で飲んであの、語ってた時は全然大丈夫だったかなと思うないよ。